セッション22、崎山記者の原発関連ニュース。原子力規制委員会が九州電力を批判。九州電力が鹿児島県仙台原子力発電所の免震重要棟の建設計画を撤回したことについて、原子力規制委員会は今日検討し直すよう求めました。九州電力は安全審査の際、今年度中に免震棟を新設すると表明し、新設が完了するまでは代替施設を使用するとして審査に合格していました。ところが先月これを撤回し、現在の代替施設を使い続ける計画を規制委員会に申請。これに対し規制委員会は今日の会合で、安全性向上の根拠が欠けていると九州電力を批判し、一度取り下げて自信のあるものを申請してほしいと求めました。それではこのニュースについて、TBS ラジオ崎山俊也記者に今夜は電話で話を伺いたいと思います。はい、崎山さん、こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。崎山記者はいつもスタジオで報告してもらってますけれども、はいはい、今夜は今どちらにいらっしゃるんですか？福島県のいわき市ですね。はい、というのも明日ですね、福島第一原発の構内に取材に入るということになってまして、はい、実はその前の日、今日もせっかくなので、福島第一原発の周辺のいろいろ取材をしようということでしてきたんですね。はい、なるほど。なので、ごく簡単に今日何見たかっていうのを言いますと、はい、一つは大熊町、ほとんどが帰還困難区域なんですが、わずかに実は居住制限地域といって、昼間は立ち入れるところがあります。はい、でそこに東京電力の給食センターがあるんですね。つまりその厳しい条件で働いている作業員の生活環境の改善を、例えば食の分野からもやろうと、はい、ご飯ですね、いうような、はいはい、とにかくご飯をまず好きなものを食べてもらってゆっくり休んでもらってというものの一つですね。はいはい、それから楢葉町に移動しまして、これは日本原子力研究開発機構が持っている遠隔技術開発センターと、それだけじゃ何のことかは分からないかもしれないんですが、はい、遠隔技術、はい、福島第一原発を廃炉にするためには間違いなくロボットとか、あるいはロボットでなくてもですね、何らかの遠隔操作の技術が必要になるんですね。はい、でそのために実はバーチャルリアリティのシステムで原子炉建屋内の様子を自分で見ているがごとくいろんな実験ができるとか、はい、あとは原子炉の全くそのままの模型、それを作って実際にロボットを走らせてみてちゃんとうまく動くかどうかとか、そういったところですね。そういう原発関連だけではつまらなくてですね、楢葉町というのは去年の9月に避難指示が解除されているわけですから、はい、私その研究センターのすぐそばに最近古本屋ができたと。古本屋ですか？はい、楢葉町に一軒の古本屋、しかも去年できたということで、はい、前から話は聞いてたんですけど、行ってきたんですよ。岡田書店さんという6号線のすぐちょっと脇に入ったところにあるんですけど、はい、この岡田書店の品揃えがなかなか良くてですね、漫画が7割かな、はい、漫画が7割、それから郷土史みたいなのが1割ぐらい、あと音楽関係、昔のロック関係とかね、結構そういうのが充実と。でとにかくその楢葉町で何かホッとできる場とか、みんなが集まれる場とか、はい、そういった場に書店になってほしいということで、この大方書店さんはまだ始めて4ヶ月ぐらいかなんですけど頑張ってて、はい、ただ私ついですね、実はアイドル写真集も充実してたんですよ。ほう、なので菅野美穂さんのデビューの時の写真集と、モーニング娘。かっこ私が唯一好きな石川梨花さんのデビュー写真集をかなり安値で買い取ってきてしまいました。ほうほうほう、ということも、という客も来てるそうです、楢葉町。いや、これは本当だそうです。崎山さんみたいなお客さんが来てるということですね。私みたいな、例えばアイドルが好きだとか、音楽が好きだとか、ほうほう、漫画でもかなりマニアックなのが好きだとか、そういった方が楢葉に来てくれると。ほうほう、それもまた一つの大事なことなんじゃないかなと思った次第でございました。ということは取材には大変な成果があったということですね。それはもう最先端技術のことも、もちろんその課題とか、はい、そういったことも含めてよく分かりましたし、はい、楢葉町にとある一つの店ができた、うん、でそれがもしかすると町のこれからのにぎわいとか、うん、あるいは町に人を引き寄せる、で場合によっては私も引き寄せるということがよく分かりました。はい、そうですね、
はい、そちらの詳しい報告は来週2月1日月曜日のメインセッションで、はい、崎山さんにまた報告してもらいますので、よろしくお願いします。ではですね、崎山さん、福島からお電話でちょっと、お話を伺いたいんですけれども、今回の九州電力が建設を撤回した免震重要と、でこのことを撤回したことについても含めてですね、原子力規制委員会批判してるんですけれども、この重要、免震重要棟というのは改めてどういった施設なんでしょうか。ですね、ちょっと新聞とかの書き方によっては分かりにくくなっているので、ちょっとこれはあれだなと思ってるんですが、まずですね、新しい規制基準では、緊急時の対策拠点は作るべきだと、緊急時に対策ができる場所、拠点、そういった場所は必ずなければならないと書いてあるんですね。で、それはどういうのがいいかというと、免震構造っていうのは言ってみれば、その建物と地面の間に緩衝材みたいなものを置いて、地震の揺れがあまり影響が及ばないようにする建物、それに対してよく言う耐震構造っていうのは、建物自体を頑丈にして、絶対何ともならない、地震の時も大丈夫なようにするというものなんですが、福島第一原発の時に東京電力の免震重要棟が非常に拠点として大事な役割を果たしたと、あれがなかったらもっと大変なことになっていたとよく言われるので、各社もですね、一応、緊急時対策拠点を作るとしたら免震構造だろうなということで、各社みんな免震構造で申請していたんですね。免震構造が絶対なきゃいけないってことではなくて、緊急時対策所っていうのはとにかくどういう形であれなくちゃいけない、それを免震かそれ以外かってことを考えなきゃいけないんですけれども、選択肢があるということですね。そうですね、ところが九電はとにかく免震構造で申請したわけですから、当然それを進めなきゃいけないんですが、どう考えてもですね、一度再稼働してしまえばどうにでもなると、いう考えのもとに行われたとしか思えないですね、これは。はい。一回提出で書類はしてるわけですよね、免震重要棟を作りますよと。もちろん免震重、緊急時対策拠点は免震構造のものでやりますと、いうことで合格してるわけなんですね、九州電力は。で、しかそれを変えるというと、で、変える理由も、その九州電力側はこれは今まで あった建物の組み合わせでやって、そっちの方が安全性が高まると一応言ってるんですが、原子力規制委員会は それはわからないと、というかあなたたちの説明ではよくわからない、どこが安全性が高まってるのかよくわからないと、で現外には原子力規制委員会はそっちの方が安く済むからやったんじゃないでしょうねと、現外には言ってるわけです。つまり安く済む、安く済むんじゃなくて本当に安全性を高めようと思ってそうしたんだったら、それなりの説明は必要なはずだと。そうですね、比べる必要がありますよね。そう、しかし全然今のところの九州電力の説明はそのレベルに達していないというのが、原子力規制委員会側の考え方ですね。説明がまだ分かりにくいところが九州電力あるということなんですけれども、どうしてこれ約束していたものをですね、撤回するということをしたんですか。いや、それはだからやっぱり安いからじゃないですかと、ここは推測するしかないですね。すいません、私も確かな証拠を持ってるわけじゃないですが、やっぱり免震重要棟を作るとそれなりのお金がかかると、ところがその審査でとりあえずまだできてないんだから大体の施設というのがあるんですね、免震重要棟よりははるかに小さな施設ですが、それとその医療とか介護のまた別の支援施設というのがあるんですが、これをつなげばいいじゃないかと。しかしですね、これをつなぐと2つの建物をつなぐことになるので、間を、人が走ったりしなきゃいけない、緊急時に、そうすると当然ながら被爆する可能性があるわけです、事故の時だったら、要するに免震重要棟の場合は1つの大きな建物の中にもう例えばいろんな資材の供給もあれば、人が休憩することのところもあれば、食べ物の備蓄倉庫もあればっていうふうに全部1つでできていて、地震の揺れにも強いと、で放射性物質もなるべく入ってこないような構造になっていると言うんですけど、九州電力のはいや、そこそこのやつを2つ組み合わせればなんとかなるんじゃないでしょうかと、少なくとも私の今まで九州電力が受けた説明というか言ってる説明を聞くと、そういうふうにしか見えないですよね。なるほど。
ということは、まあ、地震をなめているということと、安全にお金をかけたくはないんじゃないかということと、はい、まあ、加えて一回計画さえ通れば再稼働できれば後から撤回してもいいというふうに考えているということになってしまうんでしょうか。そうですね、そうとしか、まあ、はためからしたらそうとしか見えないし、実際九州電力はですね、今申請中の限界原発もですね、はい、あの当初は免震重要棟にするって言ってたのが、うん、どうも撤回するというようなことを言い出しているはずようなんですね。なのでこれはとにかくあの私以前から批判してきましたけども、再稼働をしてからなぜか避難訓練をやるんですよね、大規模な、はい、なぜ大規模な避難訓練をやって実効性を確認してから再稼働をしないのかと、うん、でこれも今回免震重要棟がとりあえずはまだ完成してなくてもなんとか通しますよと言って合格したわけなんですが、はい、合格して再稼働した瞬間にいややっぱり免震重要棟をやめますと、はい、うん、これは信じられないですね。はっきり言って信じられないですね。うん、はい、これ再稼働撤回というのはできないんですか。いやだからこれはあの私は本当は求めたいです。それはつまり原子力規制委員会に求めたいです。そうですね、つまりあの前提条件がもうとりあえずなくなったわけだから、うん、はい、あのまず止めるべきなんじゃないかと、うん、要するにまず止めてから、じゃあその新しい方法はどうなんだと、うん、新しいそのなんか2つを組み合わせて安全な対策拠点を作るっていう方法は本当に大丈夫なのか審査し直しましょうと言って、もしそれが本当に合格の名に値するものなんだったら、はい、まあ、また動かせばいいとは思います。だからね、原子力規制委員会も九州電力も、はい、どちらもちょっとね、なんか間違えているような気がするんですよ。はい、これだから別の書類で通って実際にはそのどうしたものやらないということなので、これ替え玉受験をしたみたいな格好になるわけですよね。ああそうですね、言ってみればそうですよね、うん、はい、うん、別の人でこう試験通っておきながら、うん、あの通ったら通ったであのなんか、まあ、そうじゃありませんでしたみたいな話をするわけですよね、うん、だからそこででもあの大学側が結局その、まあいきなまあ、とりあえず君 の受験のあれは成果はとりあえずは一旦ゼロだと、はい、もう一回勉強し直してちゃんと受けてくれじゃなくて、はい、まあでもとりあえず入ったまま直すしかないかなと、この子をまあ、直していくしかないかなと思ってるのが原子力規制委員会だと思うんですよ、ね、はいはい、普通は再受験ですよね。うん、だ普通はそうだと思うんですよ、だからあのこれは私は別に原子力規制委員会だけは今日まあかっこいいこといろいろ更田さんとか言ってましたけど、更田委員とか、はい、原子力規制委員会ももうちょっとちゃんと考え直した方がいいんじゃないかなと、うん、自分たちが審査したっていうことの重みをもうちょっと感じた方がいいと思いますね、はい、そうですね、なのでこの辺はあのちょっと今週はね僕出れないんですけども、原子力規制委員会の定例会は明日もあの福島第一原発にいるんで、まあ、来週以降あの私もあの出席してあの追及しようと思ってます。はい、はい、そちらの報告も楽しみにしております。はい、佐喜眞さんありがとうございました。ありがとうございました。TBS ラジオの佐